はい、今前ですけど、今日は、テラッソ姫路に、なんと、星野源さん、来るということで、本当に来てるんですが、ちょっと見に行きたいと思います。姫路の台のね、記事にも書いてあります。星野源さんが、引っ越し大名の舞台挨拶で、あらすしねば姫路に来るみたい。8月17日土曜日、14時20分からの会場と、17時20分からの会場ですね。その2つに舞台挨拶で来られるようなので、もうチケットはね売り切れて今中には入れないみたいなんですけど、もしかして会えるかもしれないんで、見に行ってみたいと思います。三洋百貨店の垂れ幕にはいつも、引っ越し大名のね、星野源さんの垂れ幕がしてあるんですけど、今日はなんでなんでしょうね、風が強いんでしょうかね、降りてますね。今姫路はですね、引っ越し大名のロケ地だった姫路城があるので、今日もあのポスターを写真撮られてる方おられますね。すごく話題になります。車がかなり並んでますね。上映に向かわれてるんでしょうか。時計の針は、13時55分なんでね、今から行くようだとちょっと遅いかもしれないですよね。すごい行列ですね。星野源さんに会いに皆さん来てるんでしょうか。はい、入り口にね、ポスト貼ってありますね。上映8月30日からなんですけども、今日は舞台挨拶で、星野源さん、秘密木さんが、アースシネマズに来てます。チケットはいっぱいでね、もう入ることできないと思うんですけど、もしかしたら入り口見てたら会えるかもしれないので、行ってみたいと思います。すごい人ですね。ここに書いてますね。舞台挨拶付き先行上映会開催今日ですね。完売って書いてますね。それにしてもすごい人ですね。姫路城で撮影が行われましたって書いてます。めっちゃ並んでます。結構もういっぱいですね。めっちゃ人、すごい人ですけど。前に映画に相手入れない。チケットは早々に完売したいですね。なんかすごい行列できてましたけど、さすがにここに星野源さんが出てくることはないでしょう。帰ります。はい、ということで安島まで行ってきましたけど、すごい行列でしたね。でもこれ星野源さんの舞台挨拶の行列か、あとフードコーナーをめっちゃ行列だったんで、まあとにかくすごい人でした。京子ちゃんという方にねお会いして、京子ちゃんは、今日の星野源さんが来るのは知らなかったそうですね。ワンピースの映画を見に来たそうです。前に見たんですけどね、星野源さんらしき方はおられませんでした。5時ぐらいにもう1回、舞台図があるみたいなので、それにタイミングが合えば見に行きたいと思いますけど、ちょっと来れないかもしれないですね。まあとにかく帰ります。ありがとうございました。今まさに星野源さん、このアースシネマズに今まさに舞台挨拶をしている瞬間です。